皆様ごきげんよう。今回は特に情報をご提供する動画ではありません。ウォーハンマーにもサイバーパンクにも全く関係のない件なのですが、もしよければお力添えをお願いできないかなと思っての呼びかけになります。こいつ何を言い出すんだとご興味を持っていただけた方はお付き合いくださいませ。さて本題です。皆様はアイドルマスターシンデレラガールズをご存知でしょうか。私はこのシリーズが好きで昔から応援しているのですが、現在リズムゲームアプリのスターライトステージ、通称デレステ内で人気投票企画が進行しています。ステージ4シンデレラと題したいわゆる総選挙企画です。端的に申しますと、私が応援している子に投票してくれる方を募りたいのです。この企画は全190人のキャラクターを A から D のグループに振り分け、グループごとに投票、各グループの上位5名が本戦に出場するというシステムです。そして3月27日からグループ D の投票期間が始まっており、このグループに私が担当している神崎蘭子がいるのです。本戦に出場してほしいというのもさることながら、各グループの上位5名でユニット曲が作られるので、蘭子がこの中に入ってほしいというのが私の思いです。しかしグループ D は私のひいき目も入ってはいますが、全グループ中で最激戦区と言えるのです。そこでわずかでもお力添えしてもらえる可能性があるならとこの動画を作っています。もしこの動画をご覧になっている方の中にデレステをプレイしている方がいらっしゃいましたら、よければ蘭子に票を入れてあげてもらえないでしょうか。そしてもしデレステをやってないけど応援してやろうという方がいらっしゃいましたら、以後で手順を説明しますのでご参考にしてくださいますと嬉しいです。まずデレステはスマートフォンと PC でプレイできます。スマートフォン版は各アプリストアでデレステで検索すれば見つかると思います。PC 版は概要欄にリンクを貼りますので、ページ内のゲームスタートをクリックするとインストールできます。どちらもアカウント登録が必要となりますので、その点はご了承くださいませ。新規プレイヤーはすぐには投票に参加できないので、いくらかゲームを進めてもらう必要があります。参加条件はレベル20に到達と1枚目のパネルミッションを全部クリアです。オートライブという機能があるので、リズムゲームをプレイしなくてもレベルアップは可能です。パネルミッションは指示通りに操作していけばクリアできると思います。条件を満たすと投票に参加できるようになります。投票権はログインボーナスのほか、スタミナ消費やミッションクリアで獲得できます。スタミナ消費でもらえる数が多いのですが、週ごとに上限があります。スタミナはオートライブでまとめて使ってしまうのが楽ですね。投票は左下のバナーからステージ4シンデレラ特設バナーを選択し、投票するを押すと投票画面になります。投票時は5人選ぶ必要があり、神崎蘭子を選んでもらえればあとの4人は誰でも大丈夫です。投票枚数を選んで投票すれば完了です。なおグループ D の投票期間は4月16日までで約3週間あります。少しでもお力添えいただければこれほど嬉しいことはありません。以上、とても個人的なお願いでした。ここまで見ていただける方が何人いるのか分かりませんが、お付き合いいただきありがとうございます。総選挙企画は毎年あるのですが、各プレイヤーは毎度あの手この手で宣伝活動をしておりまして、今年は自分もちょっと呼びかけてみようと思っての動画でした。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。